はい、ということで続きでやっていこう。さあ、ここまでの、録音失敗がどういう風になっているのかわからないけど、さあ、この絶望的な状態で続きをやるというのは大丈夫なのか。アスレイいなくなってしまったんだよな。なんでや、なんでアスレイあんな簡単になくなってまうん。そう思わざるを得ませんよ。とりあえずじっくり行こうか。え？おめえもかよー。あーはははは、再開して20秒で死んでゆく人。いやー、でもあれはどうしようもなかったのかな。どちらにしろだって行動終わってるもんな、この周りのやつら。くー、参入して早々にやられるとか何もんだよ。もう何事だよ。だよな。まあルーテを連れてきておいてよかったって感じなのかな、かろうじて。ルーテいなかったらな、本格的に人手が足らなくなるところだった。はい、じゃあ、はい、じゃあ、さあ、エフラム、この悲しみを乗り越えてレベルアップをしてください。どうでしょう。さあ、大物だ、いいものよこせ。じゃあ、あの奥義が落ちたって。イシュメア様は、ジョー様はどうなったんだい。ああ、あんたたち、これあげるからなんとかしておくれ。マスタープルフ。マスタープルフとは？説明しよう。10レベル以上の下位クラスユニットが使えます。おお、汎用クラスチェンジアイテムというわけか。なるほどね、汎用もあるんだね。それは知らなんだよ。さあ、ロス。君の力で、闇魔導士を狩り尽くしておくれ。ミールあんま強くないな。これ、後ろもみんなミール？じゃあ、3回とも食らっても33ぐらいということか。火力は？むしろ後ろにいるやつの方が低い。じゃあ、これ、ロスで殴ってしまっていいんじゃない？はい、じゃあ。さあ、レベルアップだ。今何レベル？おお、17。いいとこまで来てると思ったんだけどな。速さの伸びないロス。まあ、力カンストしてるからな。そこはある程度仕方ないのかもしれないけど。魔防3。ロスの方が魔防高い。へえ。それは予想外ですね。体力的にもロスの方が上だし、これはヨシオを下手に出すと困るパターンだな。ここフランツでどうにかする場面ではないでしょう。この辺りに置いて釣るイメージでいこう。で、ヨシオ速さ19。追撃余裕で出せるから、この魔導士は十分、圏内じゃないか？ダンシング。さあ、いかが？意外と微妙だったけど、一応足りてはいる。かわしてもくれた。ここはヨシア君、君の力を見せてもらいたいんだ。地味にコーマがダメージを食らっているな。下は、まあ大丈夫そうだけど、ターナで。訪問しよう。この古文書によると、大昔この辺りで大きな戦いがあったらしいんだ。俺は毎日砂の中からその頃の武器やアイテムを掘り出してるんだが、まだまだ出てきやがる。中でも、古の大賢者が残したと言われるメティスの書。なんか凄そう。おっと、こいつだけは誰にも譲らねえぞ。え？なんだよ、自慢かよ、おじいさん。
コーマを連れて行って、わかった、私やるからそのナイフをしまえみたいな、そういうパターンにはならないか。ならないよな。でも誰か出して譲ってもらえるかって言ったら、ヨシュアぐらいしかいなくないか。私この国の王子です。お、王子、これは失礼いたしました、さあこれを使ってくださいみたいな、そういうパターンしかなくないか。さてと、そして増援がな、今後どうなるかわからない状態っていうのは嫌だね。さて、うん、エリクの方来たか。しかし全然当たりませんよ。ロスはさりげなく食らっているけど、さてこれは食らわないでしょう。いいぞ。フランツフォローが入れるなら、ヨシュアで残りを潰すぐらいの気持ちで倒しに行きましょう。おお、食らわないしね。お、さあレベルアップ14レベルで、なんかロスと全く同じ成長するのには理由があるんですか、あなた。なんともだな。では左にいるや、こやつらを釣るか。エフラム兄さん、後ろにいるやつは、スリープ、リブロー、鋼の剣。これスリープ使われると厄介なことになるか。いや大丈夫でしょう。万が一のために、デュッセル将軍とターナとルーテを後ろに配属させておきつつ進めていこう。ここのドラゴンナイトが地味に動いてないのがめんどくさいけど、とはいえこれはちょっとずつ釣って削ってを繰り返さないとなーという思いありますよね。じゃあコーマとこの辺りはもうみんなこっち行ってしまっていいんじゃないかな。もう使ってしまえ、ライブだ。みんな盛り上がってるかい。さあガンガン行くよ。さあ剣士、砦エフラムにかなうはずもなく、お、スリープがかかる前にノコノコやってきてくれるのは嬉しいぞ。そしてヨシュアを狙うが、おお、当たってもこんなもんならな。よし、だがこれでもう釣り終わったってことでいいのか。スリープが寄ってこないのはなんとも不気味だけど。ではエフラム、鋼の槍で待機しておこうか。そしたら下手すれば釣ることもできるかもしれない。ではエリークとこの辺りを出して、さあヨシオ君、さあ王となる器に経験値を注げ。ロスも減ってるのか。じゃあここは回復三昧でいいかな。この集まりどうしよっかな。右側から進軍でもいいんだけど、右から進軍するかな。な、言うたってロスとフランツがいれば困りゃせんだろう。はい、さあ寄ってきて、地味に痛い。おお、しかし追撃出るか。エフラムやりますね。傷薬あるし、こっちも釣ってしまおうか。レベル17。いやーでも主人公たちはどんくらいで食
クラチェン入るんかな。多分イベントでクラスチェンジになると思うんだよな、彼らは。だってロード用のクラスチェンジアイテムなんてないしな。マスタープルフがあればできるとか？まあそれもなくはなさそうだけど。はい。ダメか。エイリークさんならワンチャンと思ったけど。そういうこともないわけだ。これ。あーでもこれ真ん中から行ってドラゴンナイトを釣ったあげく、お！なんか前衛のドラゴンナイトが敵の攻撃位置に入ったらしいぞって言って突っ込んでいったあげく、後ろにいるドラゴンナイトがゾロゾロと来たらそれはそれで嫌だなぁと、ふと思ってしまったので、まとまっていくことにしまーす。よし。じわじわ行くよ。お、ここでようやく食らわないできたが、ん？わー、そういうことか。耐えてしまったからリブロー君が、ここに来たわけか。そんなあなたに、ターナの、力強い攻めが、冴え渡る？火力が微妙に足らないな。足らない、ターナ。鋼重い。鉄は2回出る。食らう。むむむ。そして銀槍。銀槍が届くのは嫌だな。ルーって、おお、そうだ、ライブ持たせてあるね。で、あんまり近づけすぎて、ルーテが物理の範囲に入るのはダメだ。いくらクラスチェンジしたとはいえ、ドーピングしたとはいえ、やられないなんて保証はどこにもないからね。だが、実際問題、ターナの範囲に入っているのは、この銀槍ぐらいか。こいつは射程7 1 2 3 4 5 6 7。うん、このトルバドールをエフラムで倒しに行っても大丈夫か。そんな急ぐ必要はないかな。うん、そう焦らなくていいかな。ターナ、狙われていったんでやられることはないと思うんだよな。後ろの、こいつは届くんだよね。パラディーン、銀槍、攻撃23。13。で、速さ20。追撃来ないしな。スリープが先手できて、当たって眠った挙句、スリープの効果で追撃が出るとか？そういうとんでもなく限定的なシチュエーションでないとやられるビジョンは見えない。だから大丈夫だってか？大丈夫じゃないかな。てかこのパラで動かないのか。しかもトルバドールも下がったりもしないし、なんとも言えない動きをしている。じゃあエフラームで殴る？しかしこう見るとエフラーム随分体力高いな。ちょっと減ってるけど34もあるもんな。エイリークと比べるとな、すごいある。ヨシュアを近づけながら、ああじゃあせっかくだからヨシュアで試してみようかな。おお、4ピンやるじゃん。しかし、踊り子はクラチェンするかな？全然予想できない。この古文書によると、はい。はい。中でも、メティスの書っていうのが。ヨシュアでもダメか。でも、魔導書なんだよな。じゃあ、魔導書に関連する人ならいけるのか？メティスの書。
それとも本当にただ自慢してるだけのおじさんなのか。いやー、なんかあるんじゃないかな。賢者だったらもらえるとか、まあいろいろあるかもしれないけど、今回は別にいいかな。後ろの砦取りたいんだけど、砦に入ると、うわー、バルターの範囲入んのかこれ。ワイバーンナイト。そうか、お前ドラゴンマスターじゃなくてワイバーンナイトっていうのか。さあ、反復横飛びコウマくんを前に出す。追撃もらわないし、守備的にもそこまで痛くはないんじゃないか。でもルーテの方が硬いですよ。それはすごいな。でもペガサスナイトかな。よいしょ。あれでもターナも意外と経験値もらえないな。準備はこれ万端だから、次誰かが来てもいいように待機しておくパターンでいいんじゃないかな。さあ来い。そっちから来るか。うわ、さすがターナだぜ。ナイス回避。ウェーイ、ついに来てしまったドラゴンナイトたち。これターナ、さっきのやつ一発食らってたら危なかったの？なんかそんなのばっかりだな。力が伸びて、え？ちょっと待って、すごい今ヒヤッとした。おえー、お前遠距離魔法かよ。うわぁ、なんでこういうの見てないんだよ。HP を半分見？あー、でも、効果力技っていうわけではないのか。特殊系統か。まあ、それならギリギリ、大丈夫だったかな。さあ、コウマさん、このパラディンさん倒したりできない？できそう。すごいな。まあ、さすがに上級職といったところか。これターナ下げたいな。下げターナ。でも少しでも減らすために戦ってほしいという思いもある。悩ましい。そしてこいつ、HP 半分にしてくるんだけど、行動順的にこいつが先に攻撃してきてから他の奴らが動くってことはなさそうだよね。それを思えばあまり痛くはないのかな。エフラム。でも牙がな、結構経験減ってるのはもう美味しいよな。でもネイミーもな、近寄られるのは嫌だよな。とりあえず倒せるやつは倒しておくか。キルソ鋼かな。よし、フリー属性相手に倒してくれるのはうまいね。で、こっちはネイミーでいけるよな。特攻なら銀でなくてもいいか。鋼でぴったり。デュッセル、ナターシャ。こっちは届かないけど、スリープが全然動かないのが不気味だな。デュッセル。ちょっとこいつ倒してくれないかな、デュッセル。ここはお願いしてしまおう。ちょっと思いもよらぬ方向から動くとか、やられるのだけは嫌だ。バルターの範囲来たか。ちょっと待って、これだとバルター釣ってしまうのか。嫌だなぁ、バルターには来てほしくないなぁ。ちょっとターナ下げまーす。で、ナターシャ回復。ライブで届きそうだけどね。ちょっと多めに回復する気持ちが大事なので、リライブを使っておく。おぉ、魔力。やるじゃない？そこはとてもいいと思うよ。
そしてこいつが地味に届くのか。こいつ一体ならなんとかなるかな。速さ切れ、追撃来ないのはな、いいんだけど。意外と火力あるな、22。じゃあ、剣士は少なくても触れる位置に出したくないよな。狙うならエフラムかな。少しでも軽い方がいいかな。レギンレイブ、持たせておいて。サード、おお。HP が伸びるのは安定している。どちらにしろエフラムが一回でピンチになるような相手ではないと思う。守備12。食らっても10。追撃が来るような武器の重さではないはず。で、バルターはこっち来るかな、デュッセル。その時に備えてルーテたちは、あーしまった、ルーテ杖持ってんだからイフラム回復すればよかった。もうちなみに、あーお話できる、お兄様死なないでね、次お話するから。さあそしてフランツ、砂漠に足を取られてなかなか動けない、困り者ですね。だがロスとヨシワはほぼほぼ合流できている感じ。さあどうなる？そっちから来たか。しかしこちらは余裕で追撃が出るぞ。オッケーオッケー。さあ来るか。おお、いいね、かわしてくれたか。オッケー。おーい、あれバレた、動かないか。わざわざ自ら来ないってこと？でもさ、こないだ、誰だったっけ？ケセルタ？あいつは範囲内に入った瞬間に、イエーイって言ってトマホークぶん投げてきたけど、お前は動かないの？どういうことなんだよ。基準がよくわかんないです。まあ、いっか。じゃあ、とりあえず特攻で倒す？どっちにしろこいつらな、もう上級職では餌にならないよな。だからまあ適当にパクパクしてもらおっかな。バルターは自分が有利にならないとわざわざ近づいては来ないと思うんだよな。しかしこいつがいるせいでな、地味に近づきづらいな。じゃあこのドラゴンナイトは砦デュッセルで釣っておこうか。まあぶっちゃけもうここまで来たら誰で倒しても変わらんだろうという思惑もある。じゃあルーテでエフラム回復で、他のみんなは合流していて、オッケーかな。ロースとヨシワをこの先活躍できるかな。ドラゴンキラーあたりもらえばまた別の活躍もできそうだけど、バルターに出すのは無理だよな。じゃあターナ、ちなみにターナってエフラムと会話ないか。お話、エリーク再び再会。兄上、幻ではないのですね。もう幻と思うほどに切羽詰まってるのね。本物だ。敵を片付ける。兄上。それは頼もしいんだけど、兄上が一緒に連れてきてくれた闇魔道士が早々に消えてしまって、私、申し訳ない気持ちでいっぱいです。さあ、来たドラゴンナイト。まあ軽くひねってやるが、
バルタまだ動かないのか。これ本格的に動かないものと見てよろしいですか。でもな、なんか急にバカめって言って引っかかったな、アホがって言って動くの嫌なんだよな。それだけはやめてほしいよな。斧持ってればバルタに困ることはないだろうし、このエクリプス全然当たんないし、気にしなくてもいいかな。こうも速さ20でしょう。あー余裕あるな。スレンドスピア？武器は盗めないんだっけか。じゃあバルターはきついにして、もうちょっとエクリプスが持ってる導きの腕輪は奪っときたいな。まあ導きの腕輪を使うやつさっき死んだけど使うのかみたいな話にはなるけどな。いやでも最悪売りさばくという手もあるし、いいんじゃないかな。さあいらっしゃいませバルターさん。え、マジで動かないのこいつ。バルターのことがわからないよ。でも少なくてもバルター各一のやつを近づけるわけにはいかないよな。速さ15、攻撃33。例えばコーマ33だよね。26プラス武器補正で入るから27、8ぐらい食らうってことは、なんともだな。ちょっと待って、とりあえずエクリプス枯れるまでは待とう。よし、これでエクリプス枯れたから闇魔法で困ることはない。うわ、そしてこのチビキャラのバルタすっげえいかつい顔してんな。デビルアクス将軍、スカイデン傷を負わせることもある。ランダムなのか、それはわからないけど、それともバルタ直属のドラゴンナイトは上の3体しかいないから、こいつの範囲に入らないとバルタは動かない説あるかもしれない。それちょっと見ようか。ネイミーは早いから最悪困らないんじゃないかということで、コーマと並べておいておく。これでも十分だと思うんだけどな。そしてドラゴンキラーみたいなのないかなと思ったけど、ドラゴンアクセしかないか。よしは、じゃあとどめさせないかな。さあじわじわ近づいていくよ。ターナでも倒せないだろうなバルターは。はーい、すごい大集合してるね。さあデビルアクス将軍が自ら近づいてくるか。なかなか愚かだね。間違えた、やっべやっべ。うわー適当にやったな今。あれでもこれでも近づいてこない。マジか、そこまでか。でもそこまでして近づいてこないんだったらもう逆に安心なんじゃないか。あーそうか、これ特攻向こう入ってんのか。これ飛行ユニットは弓から守られる。バルターさん、しかもなんかな、物理系かなと思った割には魔法くっそ高いしな。ちょっと待ってくださいよ。よし。じゃあ、こいつはもう怒り動かないだろうというのが分かったから、近づけましょう。近づけていって、もうみんなでドバーッと、
袋叩きにしてやりましょう。これは誰々の分みたいな勢いでずかずかと行きましょう。それができるのも今のうちだけということでね。適当に踊っておいて、まあこんだけ囲まれてればターナが食らうこともないだろう。うん、本格的に動かないな。そうなのか。持ち物いっぱいだと盗めないんですか？それはちょっと私ご存じなかったですわ。マジかよ。あれ？てかドラゴンキラーあんじゃん。誰だドラゴンキラー持ってないとか言ったの。誰も言ってないな、そんなこと。でもちょっと待って、持ち物に余裕がある人がいない。みんなこんないっぱいいっぱいなの？そうだな、じゃあ、イーリークが、ドラゴンキラーを預かっておくかな。間違えた。はい、じゃあ、導きの腕はいただきます。はい、ありがとうございます。おお、これも経験値になるね。さあ、初のレベルアップ。いいじゃない？いいじゃない？力伸びたもの。おお、これ、早めに上級職にしておいてよかったってなるかな？銀でワンパン。取らなきゃいけないほどではないな。普通に2回で殴ろう。おお、かわしてくれたし、バンバン剤かな。ドラゴンアクスなら一応、特攻でワンパン狙えるか。だがちょっと速さが足りなさすぎるな。さあ、ヨシュアに頑張れるか、ここ。ちなみに、ルーテだと？エルフレイ。守備8でしょう。いけるでしょう。ああ、でも、そうか、攻撃範囲に入ったらスレンドスピアに持ち帰ってくる可能性はあるな。速さ15。ああ、速さ負けてんのか。じゃあ、重たいと追撃来る可能性あんのか。じゃあ、安直に前に出せないな。デビルアクスか。ちょっと持ち替えてしまったのかな。嫌だね。フランツ将軍。もはや将軍レベルに強いフランツ将軍だったらいけるんじゃないか。ここで鉄の斧を持たせる。そうすると、あえて、この位置に来たことによって、バカめ、攻撃が可能になったぞ、グハーと言って、スレンドスピアに持ち替えて、我々が殴りやすくなるみたいな、可能性ワンチャンあるんじゃないかなと、ちょっと期待してはいるよ。さあ、じわじわと近づいていくけど、全然攻撃してこないから逆に不気味だ、こいつ。さあ、やってきました。おお。地味に嫌な位置だったけど。おお、やっぱスレンダースピア来たか。歯応えのない雑魚はいらん。血の滴るような極上の獲物を、私に食わせろ。ちょっと待って。お前またやったな。また両方食らってたらダメっていうパターンで置いときやがったな。もう、マジかよ、ロスク、そんな遅かった？まあ、それはさっき確認した時点でもう分かってたけどよ。ちょっとなんかな、自分の適当さ加減にすごくな、悲しくなってくるな、ここまで来ると。そして、それなのになんでこいつら生き残ってんだっていうところにちょっと、なんだろうな、あっぶねっていうどころか、っていうのを通り越してもう悲しくなってくるな。なんでこいつ生きてんだよ。いっそ死んでくれた方が俺の心も癒されたんじゃないのかと思えてしまうぐらい。まあ生きていてくれてありがとうと言わなきゃダメだな、これは。ロス下げるかも。勝てないな。命中がな。補正かかればロスでも行きたいんだけどな。いやー、しかしこいつ槍持ってんのに、ロスに対して一撃で倒せるっていうところがすごいよな。超
高級では足らない。ちょっとこんだけ密集してれば誰で倒しても問題ないから、行くか。でもようやく残り2体まで来たか。で、こいつは本当に動かないよな。ここに来て、うわ、ナターシャがいる、やったーって言って、近づいて、はいって言って、スレンドスピをぶん殴ってきたりしてこないよな。さすがに大丈夫だと信じてるよ。いや、でもそもそもこれロスどうにかしないと追撃食らって死ぬんだよな。ロスは動かないとダメか。というかバルトの速さ15の割には追撃ガンガン出るよな。なんだろうな、力とか武器レベルが高いと高速落ちしにくいとかがあるのか。このゲームの高速落ちの判定が未だによく分かってないからな。ちょっとフランツで削る、これ。ここで待機したらさすがに攻め立ててくるんちゃうんですか。そしてちょっと万が一すらも恐ろしいから、一応動かしておこうかなぐらい。まあとりあえず上のドラゴンナイトはヨシュアを狙ってくるだろうから、ヨシュアが次のターンダメージを食らいつつ、フランツは反撃でバルタをある程度削ってくれるはず。さあうまくいけばこのターンで終わるかな。おお、かわす、やるじゃない。 OK。 本当はヨシュアで倒したいんだけどな、バルタ無理かな。ん、これ当たれば生きるんじゃないか。おお、ようやく来た。ああ、いけそうかな、これ。これいっていいんじゃないか。 72% でもう29最大値。ここはな、この国で因縁の相手で。ああ、でもヨシアとバルタって因縁ないよな。戦闘会話を見るって意味だったら他のやつの方がいいかもしれないな。でもロスな、経験値稼ぎ的に言うんだったらロスでもいいんだけど、下手するとやられるんだよな。で、他のやつはな、上級職で経験値稼げる貴重な相手って言ってもあるんだけどな。いや、でも、この国で好き勝手してくれた、お礼参りと行こうじゃないか。おらぐっがーやったぜ。しかし因縁ないとこうあっさり死んでいくのか。それはちょっと悲しいな。フィールの加護守護を手に入れた。よっしゃ、あっけない最後だったな、バルターよ。エリーク、お会いしたかったです。なんかもう、なんだろうな、離れ離れになりすぎて愛が芽生えつつあるんじゃないか、これ。こうしてお前にまた会えて本当によかった。そうだ、お前に渡しておくもの。何ですか？これは？ソーセージだ。マテングレイブに言うと、国府ガルム？俺お前では使えないからな。仲間たちの間で使い手がいればそのものに持たせるのがいいだろう。え？グラドの創世記で？闇と斧？それって、闇魔法は、さっき死んだあの人に使わせてってこと？アニメすでにグラドテート？え？え？ちょっと待って。アニメ？え、ビガルドを倒した？だが、ちょっとよろしいかしら？合流を果たしたことですし、一度お互いの状況を報告し合いませんこと？はあ。
グレイプにいる。闇 S 威力23、技プラス5。本当にもうグラド落としちゃったの？初めて顔を合わす者もいるのはまず名乗っておこうか。レネス王子エフラム・エイリックの兄だ。ラストン正教国王女ラーチェルですわ。エフラムから報告。グラド帝国陥落。まあ確かにここまで来てるってことはな、グラドでの戦いは一段落ついてなきゃ無理だろうけど。もう皇帝ビガルド倒してんのか。帝都のグラド兵はすでに降伏。おお、散発的な抵抗あるだろうが、これで戦争終わったと考えていい。ええ、気になることがある。帝都でノールという男。ノールっていう人がいたんだね。知らないな、俺は。魔石の話か。研究の末に成績から生み出された成績以上の力を持つ石。ほう。グラドの異変は魔石と呼ばれるその石に原因があるらしい。ミルラが言っていたテイトの禍々しい気配はそれか。皇帝はすでに死去し、その魔石の魔力で傀儡として、じゃあ顔色が悪かったのはもう、そういうことだったのか。今回の戦争も全て魔石。それを持つ者によって画策されていた。じゃあ持っていたっていうのはあのケセルダのこと？あれでももう倒したよな。あのトマホークを突然ぶん投げてきたあの野郎は。誰なのだそれは。信じていない。だが報告はしよう。え？ということはあれなのか？リオン王子なのか？黒幕はリオンだとノールは言った。でも真理確かめようないじゃん。ノール死んじゃったし。魔石は今リオンが持っていると。やはりグラド王子、リオンが。じゃああのご病気というのは、魔石のせいで大変なことになっている状態ってことか。私と兄上はリオンをよく知っています。幼馴染なんです。こんな戦争を起こしたりする人ではありません。だが、エイリック。リオンに会いました。まともそうだったけど、あれは、正気を保っていた時の理論ってことなのか。カイロでのロスト行きを諦め、ヒーニャ掃除と共にリクロでジャハナまで、はい、来たんですよ。グラド軍を率いるリオンと対面。詳しいことは話してくれませんでしたが、味方だとそう言ってくれました。まあ、騙すために行ったって感じではなかったよな。だから魔石のせいで二重人格化してるっていうのが妥当か？リオンに、あったの？本当ですか？え？ああ、だがリオンはまるで別人のように。いや、人でさえないように見えた。エイリークの色眼鏡ってわけではないよな。どういうこと？リオンには双子の、弟がいて、影武者としてこっそり育てられていたんだけど、もうこんなのは嫌だ、俺はこの狭い暮らしから脱却するぜと言って魔石を開発したと思ったら、その力に見入られて、グラド皇帝ビガルドを、殺めてしまった挙句、傀儡聖剣を、裏で操っていて、それを知ったリオンを、何か脅していたとか、そういう話？見たままを話そう。俺はテイトでリオンと会った。リオンは俺に言った。自分がこの戦争を引き起こしたのだと。自ら言ったのか。俺たち兄弟と親しくなったのもルネスを侵略するためだ、と。父上を手にかけたのも自分だと。そんなこと、確かに極端すぎるな。エイリークに対しては、いい顔ぶってたってこと？俺も信じられない。信じたくない。大地、あのリオンがそんなことを考えていたとは、どうしても思えない。いやーでもな、昔から闇魔法を専攻してたっていうのはあるんでしょう。その辺はちょっと怪しいよな。リオンが別人のようになったのは魔石とかいうものを手にした時からだという。じゃあその魔石は誰からやってきたんだ？それは後々ポイントになるんだろうか。
魔術には疎いが、尋常な雰囲気ではなかった。何者かに操られている。闇魔法を使う奴に操られている。君たち二人には受け入れがたいことだろうが、リオン王子の本心がどうである、彼が持つ魔石こそが元凶であるのは確か。リオン王子を追うべきだろう。そうだね。ん？その前にやるべきこと何ですか？何？エフラム王子、あなたも感じましたでしょう？リオン王子が持っていた魔石、あれが放つ凄まじい正気。リオン王子だけならともかく、あの石は人が叶うものではありませんわ。どうする？成績。ああ、そう来る？かつて魔王を封じた5つの成績の伝説。いまいちよくわかってないんだけど。魔に対抗するには成績というのが道理。だが伝説を頼って戦うなど、いや、望みはある。でも成績の力を借りるってどういうことなんだろうなっていう。その、手にしたら不思議な力が体に流れ込んでくる的な。グラド、フレリア、ジャハナの成績はすでに破壊した。まあしてましたね。そういえば、以前グラド軍はルネスの成績を狙い私を襲ってきた。でもそうか、ルネスはまだ壊れてないもんな。侵略を起こしてまで破壊せねばならないような。前にとって、敵、敵、なんだろうな、脅威となりうるから破壊しているってことか。何らかの力が、ま、成績にあるということか。逆に言えば、成績さえ手にすれば魔石に対抗できるということ。すでに3つ破壊されている。最初に侵略されたルネスはまだ大丈夫なんですよ、多分ね。いや、待ってくれ。ルネスの成績は俺とエイリークの腕輪によって封印されている。グラダは私たちの腕輪を狙っていました。まだ無事である可能性は高い。おお、じゃあこれからは、その成績の有無を確認して、残っていればその力を借りて、魔石と対抗しに行きましょうってことか。それにグラド帝国を倒して以上、俺たちの祖国ルネスを放ってはおけない。ああ、そうか、侵略国がもう倒したってことだもんな、エフラムが。いや、でも本当に、本当に倒したのか。これ、エフラムの皮を被ったリオンとかじゃないよな。ルネスへ故郷を帰るときだ。おう、ミルラ様。ああ、そういえば、あなた、仲間にいたんでしたね。すっかり忘れてたけど。サレフ、よくご無事で、里の者たちも皆喜びます。あなたは旅立った私をずっと守ってくれました。なのに、はぐれてしまってごめんなさい。それでよいのです。これからもお供いたします。これはミルラ合流か？なるほどね。いやー、しかしリオンは別人のようだったと。イフラムに対してだけはなんか鬼のような形相で向かったということなんだろうか。その辺よくわからないけど、気になるところですね。そして今回のショーで、アスレイと、よくわかってないノールだっけ？闇魔道士がいっぺんに亡くなってしまった。悲しいけど、そこまで、なんだろうな、どうしてもやり直したいという思いはないので、ここは記録してやっていきましょうか。ある程度ね、このやられてしまった仲間のことをね、悲しみつつもセーブして続けるっていうのは結構、なんだろう、ファイアーエンブレムの醍醐味だと思うんでね。やっていきましょう。まあ、特に言ってはいないけど、基本はノーリスでやっていきながらってことでいいんじゃないかな。いやすっごく大事な子が死んだらリセットするけど、みたいな。そういうテンションでやることになると思います。ああ、アスレイ。でもな、なんかもっと思い出できそうな姿だったからな。何回か他に2周目やるんだったら大事に育てたいなという気持ちもありますけどね。といったところでしょうか。では、長くなりましたが、一旦これで区切りたいと思います。ありがとうございました。